飲料門は、引き量を図案化した、日本の家門である。単数から複数の平行線を描いたもので、室町幕府を開いた足利市市用の丸に二つ引きは、将軍家の権威の象徴ともなった。室町時代に編纂された、見聞書家門には、日本の皇室から歌詞された57霧と並べて、足利将軍家の門として掲載されている。八家の肝心膜や盾、幌に描かれ、 文献上では、平家物語に登場する、二つ引き量のほろが、初見とされる。飲料という言葉は、平安時代から見られるようになるが、何であるかについては、本人での人膜を文様化したものなど説が多く、分かっていない。新井白石は、平行に縫い合わされた古壇の人膜の偶数目を黒く、染めたものを二つ引き量であるとしている。沼田頼助は、 八見の犬の横一つ、線を線量などということから、梁の字は、竜を表すと解釈している。陰梁門には、大中黒とも呼ばれる、新田一つ引きが含まれているが、人天愛能省では、大中黒ら、中黒と、陰陵を区別して記している。中黒とは、矢羽根の模様のことで、大中黒とはその模様の一種である。三浦市の三浦三つ引きは、中白とも言う。 横引きのものと縦引きのものが多く、斜め引きのものもある。一本から七本が描かれ、外角のないものと、丸や角などの枠の内に収めた形状がある。一本の引き量を描いたもの。編集に、大中黒と呼ばれる日田氏宗家が用いたものがある。なお、日田市書士家は主に飲料を用いていた。日田市は、足利義国の子孫なので大きく見れば、足利 二本の引き量を描いたもの。揃い二つ引きは、見聞書家門の足利将軍家や将軍家書流の三つ淵し、足利市一門の家門として掲載されている。丸にマイナスと丸の内にマイナスの違いは、陰料と丸輪が一体化しているか否かの違いである。七つ割とは、丸輪外輪郭直径の七分割した点を基準に描いたものである。そのため、 マルリンと飲料の太さは等しい。各家それぞれで微妙な違いが見受けられる。三本の引き量を描いたもの。三つ引き量は、揃い二つ引きと同様に三つ引きを描いたもので、感覚は一定しない。吉川氏の使用がある。類似図案の家門に三じずに使用された三儀を図案化した三儀門の三義がある。三浦三つ引きは、三浦氏の使用門で、見聞書家門では、 縦三つ引きの、流五引き量が掲載されている。文部三つ引きは三つ引きを波形に描く。大見大溝藩藩主家の分けべし使用門。丸の内に縦三つ引きは、丸の内に三つ引きを90度回転した図案である。縦市の使用がある。足利市、新田市、足利将軍家からの飲料門の歌詞により足利市一門と、歌心ら、さらに、新田市書士か他に、三浦市、縦市、 吉川氏などが用いた、松浦氏など源氏を出自とする一族が用いることもある。ありがとうございます。